今年の4月頃から私の生活は大きく変わりました。理由はいろいろあると思いますが、一番大きいのは外に出られなくなったことです。普段からあまり外に出る方ではありませんから、特に変わったことはないと思っていました。でも、実際のところは自分でも見えない部分で私が思う以上に変化が起きていることに最近気がつきました。 考える時間が増えたということですね。まず、第一に社会や世界のことについてもっと調べたり考えたりするようになりました。昔から毎日ネットでニュースを見たり読んだりしながら世界で何が起きているのか学ぶようにしていました。 今でもそれは続けていますが、今まで以上に深く考えるようになりました。世界では毎日いろいろなことが起きていて、その一つ一つに理由がある、そしてそれについてもっと知りたいという気持ちが強くなりました。それと同時に、人それぞれ悩みを抱えていて、大きかろうが小さかろうが、 その人にとってはどれもとても大きなことだということが分かってきました。みんなそれぞれ生きていく中で楽しいことや悲しいこと、嬉しいことや腹が立つことが毎日あって、それでも生きていかなくてはいけないんですね。そして、みんなある程度孤独を抱えているということにようやく気づくことができました。それが私一人ではないということを忘れずに、 人に優しく生きていきたいと、ここ最近強く感じるようになりました。